おはようございます。10月26日第429回コーナーカーヤンバルラジオになります。今日はね、ジャイマスを、ちょっと上から撮ってみました。これも1年ぐらい来てから立ってるんですけど、そんなに大きくなってないですね。こんな感じです。まあまあ白っぽい個体を選んだつもりなんですけどね。ジャイマスはサルビンほどね、好戦的ではないですね。ただ餌食いは非常に良くてね、あと先光の S 粒をもうほんと凄まじい量を食べてるので、あっという間に大きくなるのが間違いないだろうなと思っていますね。ジャイマス あんまり興味がなかったんですけど、やっぱりね、しっかり見てみるとすごいかっこいいカメなんだなっていうのがよく分かって、ね、これも買ってしまった一匹なんですけどね。ただ本当最初の頃はちょっと苦労して、思った以上にね、餌食いが進まなくて、あ、これ大丈夫かなってずっと思ってたんですけど、見えないところで隠れてコソコソ食べたりね、そういう感じでどうにかどうにこうにかね、大きくなることができました。本当に良かったです。まあなかなかね、難しくはない生き物なんだろうっていうふうには聞いてたんですけど、ちょっとその場所を移動した時のね、感じだったり、温度が冷えた時、そういうところでちょっとね、へさ食いがストップしてしまうことがあるのかなっていうのがなんとなく見えたんでね、まあ、非常に勉強になりました。なんか石亀とかね、あの辺は、まあ、よくわかんないですけど、食い始めたらもう止まらないぐらい食い始めるイメージでね、あんまり食いムラっていうのが、なかったんでね、逆に食いムラがある生き物にどうやって餌を食べさせるかっていうのを考えながら飼育するっていうね、非常に勉強になる生き物だったと思っています。と言いながらもね、まあ簡単な方ではあるんだと思います。逆に、まあ、頭部のベビーの方がね、よっぽど苦労するのかなっていう気がしてて、まあ今絶賛苦労しています。なかなかね、難しいですよね。そうなんで、本当ね、一回えぐいてしまってね、爆食い状態になってしまえばカメってすごい簡単だなと思うんですけど、そこに持っていくまでの苦労っていうのがね、非常にたくさんあって、ね、それを簡単にクリアできるものと簡単にできないもので、まあ、同じ種類でもね、こいつは大丈夫だったね、こいつはダメだみたいなね、個体差が非常にあります。まあ、食う餌をね、見つけるっていうのが一番大事なんだと思うんですよね。積極的に食べたいと思わせるような餌を、見つけると、まあ、伸びが良くなるっていうのがなんとなくね、分かっているので、まあ、それをしっかり理解しているのでね、そこをちゃんとやれば、まあ、苦労はすぐだけどっていう感じですよね。どうにかなるのかなっていうふうには思っているんですけどね。なんで、いろんな餌、ね、ポゴナの餌も含めていろんな餌をね、与えながら今育てている頭部たちもいるんですけど、ね、この間のね、X で募集したあれに乗っかってくれた、ね、皆さんのおかげでちょっとね、そういう実験もさせていただきながら、ただね、その餌だけじゃなくて他のものを食べさせていくっていう感じでね、やっています。まあ、僕の知り合いのアメハコのブリーダーさんはね、やっぱりね、アメハコはいろんな餌を食わした方がいいよねっていう、ただうまい餌ばっか食っちゃうとあれだからねっていう話もあるんで、その辺のさじ加減をね、よく考えないといけないのかなと思っていて、やっぱり人間もそうなんですけどね、うまいものばっか食ってると舌が肥えてね、うまいものしか食いたくなくなる。栄養価が、まあ味がね、うまくないスカスカの餌とかでもね、食べるようなやつがうまい餌ばっか食わなくなっちゃったって話を、ね、たまに聞く話です。なのでね、その辺をね、考えながら、バランスよく餌を食べさせる必要性があるんだなというふうには思っています。まあ、やっぱりね、おいしいものはね、食べたいですよね。それは生き物ですからね。そこはまあ本当難しいなと思うんですけど、まあ、人間の子育てもそうなんですけど、ね、人間の子育てね、していて、やっぱり子供も食べないときは食べないし、食べたいときは食べたいしっていうね、まあ、調子が悪ければ食わない、調子がいいとすごいっていうことね、いろいろあると思うんでね。まあ、一概にその餌食いが悪い状況って考えると、まあ、人間に当てはめてみるとね、人間でもそれだけあるって考えると、まあ、より繊細だとね、カメたちは思うので、まあ、環境が良くなかったりとか、そういうね、ものがあるんじゃないかなっていうのを考えながらやると、さらにね、糸口が見えてくるんじゃないかなと思います。
なのでね、ぜひ頑張っていただければ。でちょっと魚系の話になるんですけど、とある、メーカーの社長さんだと思うんですけどと、ね、最近よく話をしたりしているんですけど、いつもね、エアーでね、酸素をブロワーで酸素はね水に溶かし込んでるっていうふうに思っていたんですけど、ブロワーでのね、酸素量は溶存酸素量がそんなに上がらないんですよねって話をされて、逆に上から水を落としてね、水が落ちてかつそこから上がってくる間に溶けるっていうことで、なのでただ下から上げるんじゃなくてね、上から落として下に下げる、そして波紋が出ることによってその溶存酸素量が増えるっていう話をされたんですよね。だからまあ亀にはあんまり関係ない話なんですけど、まあ、魚を大きくする、まあ、溶存酸素量が多い方がいいよねっていう話だと思うので、まあ、その辺をちょっと考えながらやっていくとね、大きくすることに関してすごいいいのかなと思います。まあ、近々ちょっとその辺のね、動画を上げようと思っているので、どういう風にやると、ね、魚を、まあもちろん餌をあげて大きくするっていうのは100なんですけど、そこにプラスしてね、さらに大きくしていくっていうことを考えるとね、そういうことがあるんだなという、まあ、ちょっと亀の話ではなくて金魚の鯉の話だったりするんですけど、やっぱりその辺をね、しっかり研究されてるということでね、何かヒントがあるんじゃないかなと思っています。まあ、亀はね、空気呼吸するんですけど、まあ、中にはその 水中でね、酸素を取ることができる亀がいるって話なんでね、まあ、そういう亀を飼育するときに、まあ、溶存酸素量を上げるようなやり方っていうのを考えるっていうのは大事なのかなと、ちょっと正直思いました。まあ、いろんな生き物のね、話で聞いていて、ね、そこの一個がね、実はすごいヒントにつながるようなことがあったりするので、まあ、魚の話だよねとかって思うんじゃなくて、魚で何かそれを応用できないかなっていうような考え方をすると、もっといいものができるのかなと。まあ、これはまあ、ね、畜産関係だってそうですし、まあ、魚のね、養殖の話でもそうなんですけど、いろんなものがあると思うんですけど、そこをね、なんですかね、まあ、ああいうものってもうかなりね、発展してると思うんですよね。やっぱり亀とかを売る次元のレベルじゃないぐらいにね、流通量が多いものなんですよね。人間が食べるので、食べるためにね、それを養殖するね、畜養するという感じで考えると、いい餌をあげてね、まあ、なるべくいい餌だったりいいものをあげて病気になりづらくしたりね、成長を良くしたりするっていうものがあると思います。そこをまあ二次利用するようなことによって、より、亀だったり、ね、魚だったり良くなるようなものが作れるのかなっていうふうに思っています。まあ、錦鯉単体だとね、ある程度のあれシェアがあると思うんですけど、やっぱり金魚だけだったりね、亀だけだったりすると、まあ、それだけですごい儲かるかというと、そう儲かるものではないんでね、で利用するっていうことも大事なのかなっていうふうに思っているんですよね。まあ、その辺をもっと掘り下げて、いろいろやっていけたらいいのかなと、僕も思っています。ということでね、ちょっと硬い話の今日はね、スタートになりましたが、まあ良いものを作る、良いものを食べさせる、そしていい環境で育てる、ね、そこをね、しっかり考えてやれると、まあ一番いいよねっていうところだと思います。さて、そういう感じなんでね、うちももっといろいろ考えないといけないなと思っています。とりあえず東部箱が、ね、元気に大きく育てることを、ね、目標にして頑張っていきたいと思います。もうちょっとしたらまた頭部を、ね、動画で上げると思いますので、その時はぜひご覧いただけたらありがたいなと思っています。ということで今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございます。